はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第254回でございます。え今回テーマがこの気持ちはあの動画のせいだっていうね。あのディスる動画じゃないからね。あの、いや、褒め言葉なんですけど、ちょっとあの動画のせいだっていう表現をしております。で、下が怒らないでねっていうのと生放送ありがとうございましたといった感じでございます。で、先週もちょっとね、こう感情気持ちの部分で話をしたんですけど、 まあ今週もですね、ちょっとある動画のせいで今ちょっとセンチメンタルな気持ちに <laughs> なってて、まあそんななったわけじゃないんだけど。まあ9月の最初。で結構今、えっと9月はプチ相談強化月間って勝手に掲げていてですね、まあ、みんなからもらった相談を動画で返すっていうのをちょっといっぱいやっていこうっていうところ。 えー、9月の勉強法については別で取ります。えっ、ー、と、明日か明後日にアップできると思いますので、まあ今回はそんな、そこをちょっと覗いてね、えっ、ー、と、自分の話を聞いてくれっていうところで、よかったらお付き合いください。で、先に怒らないでね、行っちゃった方がいいかな。えー、多分、これを投稿してる時にはもう投稿しているかなと思うんですけど、 え、おそらく、え、メインチャンネル、これ撮ってるのがね、土曜日なんで、まだ上げてないし、編集も終わってないんですけど、え、メインチャンネルでね、多分ね、ペヤングのね、あの、エンド、一番辛いやつを食べた動画が上がってるんじゃないかな。直前までサブチャンド迷ってるんですけど、まだ今迷ってて、多分メインで上げてる気がするんですよね。 で、まぁ、あ、今回、こうちょっとふざけた動画をね、そのまま食べたやつをね、あげてると思うんですけど、割とこうメインでそういうのやるとね、あの、怒る方が結構出てきます。そんなことしてないでいいから勉強動画撮ってくださいっていう方結構いらっしゃるんですけど、あの、非常に気持ちはわかります。特にね、勉強動画更新にはちょっと届こってたりするのもあるので、ごめちょっと携帯になっちゃったね。携帯じゃないよ、パソコンになっちゃった。ごめん。そう、あるんでね。 ま、思う気持ちもわかるんですけど、で、自分もそう思ってて、まあ、サブチャンとかでたまにね、あの、昔は、えっ、ー、と、貯めてた貯金箱をね、あの、開封、開封っていうか、開けてね、いくらあるか、みたいなやったりとか、そういうのもしてたんですけど、あの、いろんな方に、いろんな意見を聞いてって、感想とかを聞いていく中で、やっぱり、ま、メインのがね、見てくれる方はもちろん多いんですけど、チャンネル登録者も多いんで、で、 その、自分がね、ふざける動画って、まあ、年に一回、年末には一本ね、ふざけた動画いつも撮ってるんですけど、で、そういうので、こう、勉強の息抜きになりましたとか、俺、人を爆笑させることってできないんですよ。ユーモアがないんでね。<laughs> できないんですけど、でも、その、まあ、ハイチさんがそういうことやってるのを見て、ちょっとクスってなって気がこう、緩む、緩んだ、緩んだとか、いい意味でね、そう、気がなんか楽になりましたとかっていうのを、思ったよりも言わ、言ってくれる方が多かったんですよ。 でその時になんかもちろんねそういうのをこのチャンネルであげることによってえっって思う方もいるかもしれないしそんなサブチャンでやっとけよって思う方もいるとは思うんですけどでもそれがプラスになる方もいっぱいいるんだなってまあ結局はさ見る見ないっていう選択はできるわけだから、うん、もういいのかなと思ってあげました久しぶりにねそういう動画をね だから、特に最近自分のチャンネルを知った方にとっては、え、なにこれって思った方もいるかもしれないんですけど、まあ、たまにですね、本当多分次は多分年末までない気がしますけど、うん、まあ、そんなことがメインのね、チャンネルで上がることもたまにあるかとは思うんですが、まあ、それ怒らないでねっていう、そういうのが上がってもね、<laughs> っていうのが俺の気持ちです。あのまあ、本心はね、本社の気持ちはね、さっき話した部分になりますけど、っていうところ。はい。で、そう、あの動画のせいだっていう、何の動画だって、 っていう話なんですけど、あの、皆さんね、こう、まあ、勉強チャンネル今こう来てくれてるんで、ゲーム実況をあまり、まあ、見ない方も多いと思うんですね。特に女性とかは、ね、見たことないよっていう方もいるかもしれないんですが、あの、おさむさんっていうね、方がいるんです。ゲーム実況。おさみんきぬス3世ですよ。<laughs> あの、この夏めちゃくちゃ伸びた方なので、ご存知の方もね、多いと思うんですが、 おさむさんはですね、もうここ半年ぐらいかな、めちゃくちゃハマってて、自分。ゲーム実況だったら、まあ最近 YouTube 見ること自体がすごく減ってしまったんですけど、おさむさんが一番見てる。ね、あのー、ゲーム実況だったら、もう確実に一番見てると思う。ってぐらいにすごい好きで、で、そのおさむさんはね、ゲーム実況者なんですけど、歌がめちゃくちゃ上手いんですよ。でさ、あのー、はるちゃさん。 小ソロさんとかとよくね、そこであの、ボーカルやってる、はるちゃさんっていう方が、えっ、ー、と、もともと、はるちゃさんの歌声はすごい好きだったの。その小ソロさんので知ったんですけど、で、はるちゃさん、いい歌声だな、綺麗だなっていうすごい思ってて、そしたら、はるちゃさんがゲーム実況やってることをたまたま知ったんですよね。知って、ああ、すげえゲームをやるんだ、とかと思った時に、あのー、おさむさんがですね、はるちゃさんとコラボする歌でね、動画があったんですよ。 で、それで、めちゃくちゃハマって、そこにまたどっぷりね、ハマってですね、まあエンドレースをこう聞きまくってたんですけど、で、そのお二人が、え、昨日で、おとといか三日前かあ、おと、おと,といだ。<laughs> ごめん。8月31日あの、8月最終日にですね、天平の歌っていう、え、ミセスグリーンアップルかなのね、えっ、ー、と、歌をカバーしたのを開げたんです。その動画のせいなんだわ。 <laughs> せいって言ってるけどね。もう俺何十回聞いたか分かんないぐらいですけど、ずっとリピートして聞いてるんですけど、あの、非常に良くてですね、非常に良い,いんですよ。で、天秤の歌はもとも知らなかったんですよね。ちょっとファンの方は申し訳ないんですが。でも、歌詞とか。まあ原曲も聞いたんですけど、歌詞とかもすごいいい。まあ切なくなるんですけどね。うん、で、それを聞いてて、今この撮影の直前まで聞いてたからさ、<laughs> ちょっとこうセンチメンタルな感じになってて。 で、まあセンチメンタルなってるのって別に悪いことじゃないと思ってて、で、そういう時ってこう自分の、なんだろう、内面と向き合えるいい機会だと、自分は思っているのね。で、まあそういうこといろいろ考えてて、まあ最近韓国のこととかさ、そのこの前の、まあなんだ、教育系 YouTuber と話しましたとかでいろいろ心を動くことはたくさんあったんですけど、まあ今本当多分この、まだ YouTube の活動7年目に入って、で、まあ6年ちょっとやっててさ、一番ね、 頑張んなきゃって思ってると思うんですよ。<laughs> そう、頑張んなきゃっていう。で、その、俺はですね、ほにゃららしなきゃっていう言葉をあんま使うなっていうのよく生徒に言ってたんですよね。しなきゃじゃなくて、したいにしてごらんって。勉強しなきゃとか、ほにゃららしなきゃっていうのは強制されてるから、自分の意志がね、弱くなっちゃうんですよ。自分でやろうっていう前向きなね、自分の自発的な気持ちが薄くなっちゃうんで、 その勉強しなきゃとか仕事しなきゃとかほにゃららしなきゃっていうのを全部したいに変えるとそこに例えば勉強したいってまあ気持ち悪いと思うんだよ発言としてはみんなからするとね聞き慣れないしそんな思ってないよって思うかもしれないけどでもそう言い聞かせることでその勉強っていうものに対してポジティブな印象で向き合えるっていうのはちょっと出てくると思ってて言い聞かせるとねそうだからほにゃららしなきゃっていうのはあまり思わないようにしてる自分はこの YouTube の活動をやってて、例えばね、いっぱいいっぱいなっちゃってる時とかに、撮影しなきゃとかね、思った時もあったの。で、思った時に、ちゃう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 。撮影したいだろ、俺。とかってね、よく思ってて。で、まあ、今回今ね、ワードを頑張んなきゃっていう言葉を使ったんですけど、まあ、自分のためだけを考えると、頑張んなきゃって、なかなかね、こう、難しくなってくるんだけど、なんか、いろんなこと、いろ,まあ、いろんな人のためって言ったら、ちょっと大げさになるけどさ。 それをすごく思ってます。うん。まあもちろんユーザーのね、みんなのためとか、学生のためっていうのはもともともちろんそこは根底に思ってて、まあ俺は勝手に思ってるだけなんですけど、で、あとは、まあなんか you YouTube、のためって言ったらちょっとね、大げさになるけど、まあ Google のね、お世話になってる方のためとか、いろんな方に支えられてここまでやってきたんだよなとかっていうのはこの夏振り返ることが多くって、で、頑張んなきゃ頑張んなきゃ、 ってて思うことが多くてさでやっぱりこうちょっと絡まったりしてた時もあったんだけどでもいろんなことが空回っていろんなことと向き合っていろんなことになんかへこんだりとか、ね、考えてなんかシュンってなった時もあったけど今はないろいろぐるぐる回ったらさこういいなんかモチベーションっていうか気持ちのところにストンと落ち着いていてそうでなんか前向きな気持ちで頑張んなきゃっていうのをすごく思って。 るん,ですね、なんかいろんなことと比べてやっぱり人と比べてしまうことって出てくると思うんですけど、ね、自分もすごい人と比べちゃう癖があってで比べてさあの,あのいい方向に持っていければいいんですけど基本的になんか自分ダメだなっていうそっちに持ってっちゃうことが多かったよねでもなんかそれも違うよなとかうん自分にはまあ自分にしかっていう言い方もあれか、まあ、限定しすぎてるけど 自分だからできることがあるんだよねっていう。それを大事にしなきゃダメだし、で、できないことはできないんだよ。そう、割り切ることって大事だなと思って。だから、冒頭で話したように、自分は人を大爆笑させることはきっとできないんだよね。この先もできないと思う。そう。くすっと笑ってもらうことぐらい、できたとしても。でもきっとそれが俺自身だし、うん。 もちろん背伸びをして、例えばそこで勉強をしてね、その笑いに関して勉強をしたりすればできるようになることもあるとは思うんだけど、でもそこに時間を割くのはきっと優先順位的には違うと思うから、だから今自分ができることを大切にして、そしてちょっと背伸びをして、まあその笑わせるっていうところではないけど、自分だったら勉強をっていう部分で、 ちょっと背伸びをしてもっといいものが提供できないのかなとか、もっと学生のみんなに有益なプラスになるようなチャンネルにするにはどうしたらいいのかなとか、そんなことを考えて、9月、まあ8月過ごしてきて、またいろいろ自分と戦ってきたからさ。だから今こうやっていいとこにストンと入れてるから、もちろんきっとこのまま行ってまた落ち込んだりすることはたくさんあるとは思うんだけど、でも9月、10月と、まあみんなも受験勉強どんどんね、大変になってくる時期でもあるから、 みんなと一緒にって言ったら、ちょっとおこがましいかもしれないけど、うん、戦っていけたらなと思ってます。なんかその覚悟はできてるし、腹もくくれてるので、うん、あとはみんなが、よく自分が言うけどさ、あのみんながさ、受験終わった時に悔し涙じゃなくて、嬉し涙を流してくれること、その、自分はその語学発表のとこの様子とかさ、みんながその嬉し涙を流してるところを見ることはできないけれど、 でもそうやって嬉しし涙を流してくれるユーザな子がどっかにいる日本のどっかにねいるんだってそうなってそういう姿が絶対どっかにあるんだっていうことを信じて頑張っていこうっていうのが今の気持ちですそうこんなことを、えー、天秤の歌を聴きながら考えるわけですよ <laughs> そんなね感じで、ね、そんなことが伝えたくなった、えー、今日この頃でございました、はい で、最後に、この前ね、生放送、えー、やりまして、久々にね、やったんですけど、あの、本当にありがとうございました。思った以上にね、ちょっとテストの、テストがてでやったんで、30分だけだったんですが、多分1000人ぐらいの方かな、同時視聴でね、来ていただいて、本当にありがとうございます。で、9月は生放送ちょっと多くして,やって,していきたいなと思ってまして、まあ、少なくとも2週間に1回はやりたいなと思ってます。内容に関しては、えー、とこの前みたいな雑談、と基本的にみんなからコメント拾って話していくとか。 あとは、まあ、ダラダラショーみたいなテーマ決めてね、ちょっと喋っていったり、まあ、事前にもらったね、相談とかをテーマ決めて話していくこともあるかもしれないし、あとは、ま、一番リクエストが多い、まあ、一緒に勉強しようみたいな時ですね、生放送で。まあ、自分は勉強するのか作業するのかわからないですけど、まあ、一緒になんかやっていこうぜ、みたいな。 のもね、できたらなと思ってますので、まあ、タイミングがあったら、えと、ー、基本的に Twitter か YouTube のコミュニティ機能で、あの、ちゃんと流しますけど、今日やりますよとか、あんまり事前にね、言えないとは思うんですけど、まあ、タイミングがあって、あ、時間あるなとか思ったら、ぜひ、あの、遊びに来てもらえたらと思います。はい。では、ま、9月、ちょっとね、動画の新シリーズも少し考えてはいるので、いろいろ変化があると思いますが、 あの、まあ、詳しくはね、9月また別動画で話しますけど、えすごく、えー、9月は凹みやすい時期です。凹みやすい、凹みやすいし、こう、モチベーションが上がりにくい時ではあるんですが、えー、周りと比べることはそこそこにして、みんな自身がみんなのペースを大事に、ぜひいい9月にしていきましょう。 はい。ということで、ちょっとまとめに入っちゃってたらね <laughs>、今回は、ハイチのダラダラチョウ、えー、第254回、この気持ちはあの動画のせいだ、というね、テーマで喋らせていただきました。えー、今回もね、ここまでこ、お聞きいただき、本当ありがとうございました。ではまた次回ね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回もね、また聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。